はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。ドラゴンクエストやっていきたいと思います。サイテマンです。よろしくお願いします。前回のパートでデルカダル王に取り付いた、真の過去に戻ってきたウルノーガを過去に戻ってきた後に倒すウルノーガを倒したというところからです。で、デルカ玉座の間にいるデルカダル王にちょっと会いに行きましょう。いやホメロスをね倒したことにより、前々回ぐらいのパートでホメロスを倒したことにより、ベロニカちゃんが死んで世界が崩壊するという運命を回避してのこの場面ですね。ドラゴンクエストのエンディング迎えたじゃないですか。むしろね、俺エンディング迎えた後の今のこの時の方がなんかね、伏線とかいろいろ回収してたりとかして、こっちの方が俺重要なんじゃないかなってちょっと思ってます。まあエンディングだからもう、ああ終わったみたいなんでやめてしまう方とかいらっしゃるかなと思うんですけど、俺はこっちの方が重要じゃないかなって思ってますね。話は進化たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間ずいぶんひどい王だったようだな。なんかひどい王っていうイメージしかないんですよね、デルカダル王このゲーム通して。そなたがいなければこの国は、いやこの世界はウルノーガに焼き尽くされ、地上の命は耐えていたことだろう。最低マンよ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒し、ロトゼタシアを救ってくれた。倒した手応えがなかったですね。でもなんか言ってましたもんね、過去に戻ってきたのはお前だけではないみたいな意味深なこと。そなたこそ古の勇者、老子の名を継ぐにふさわしい若者、今ここに勇者の称号を授けよう。老子っていうのは勇者ですね、かつての。てか兵士少なくない？てかこの城異常に脆いよね。何回崩壊の危機に立たされてんだって話ですけど、俺たちとうとうやったんだな。まあベロニカちゃんもね、無事この時代では生きているということです。お姉様泣いてるね。ごめんなさい、今こうしてみんなとこの場にいることがなんだかすごく幸せな気がして。まさにそうですよ。嫌ですわお姉様ったら、私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。ええ、そうよね、変よね。別に変じゃないんだよな。ありがとう最低マン。ベロニカちゃんをね、救うことができました。いや、俺、絶対にね、死んで、エンディング迎えた時に、もう無理だと思ったんですけど、いや、蘇るルートを作ってくれた救い人に、ただただ感謝です。あ、あれは、砕いて過去に戻った場所ですね、ここ。なんか、うなずいてたな。ただこのまますんなりいくと俺は思ってないですね。やはりか、やはりそうだったか。なんだ急に暗くなりやがった。停電ってわけでもなさそうですからね。とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力一体どこから。そういえばウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか、あれは一体どういうことだ。こいつらはわけわかんないでしょうね。俺はわかってるんですけど。王様大変です。直ちにバルコニーへお急ぎください。勇者の星に異変が。ほう。なんだと。行ってみるか、俺も。最低マンよ。わしは先に3階のバルコニーへ向かう。そなたたちも急いで来るがよい。大丈夫か一人で行って。また何取り憑かれてみんなに迷惑かけるとか。そんなことないよな。空が変な色になったから不安になってきちゃったけど、一体何かあったの。最低マン、さっき王様が青ざめた様子で3階の方に駆け上がっていったわと。全然話聞いてなかったんですね。エマちゃんってなんかなんだかんだ言ってヒロインっぽいですけど、いろいろと取り残されてますよね、なんかね。3階のバルコニーに行こうってことなんで、こっちか。ちょっと行ってみましょう。勇者の星に何か異変が起こったみたいですね。3階なんで、こっちでいいのかな。ですね。いやー、ドラゴンクエストもパート93まで来たんですけど、さっき言ったように、
エンディング迎えた後、今この時がね、多分ドラクエの一番やりたかったことをやってるんじゃないかなって思ってます。何気にスクエニ的にはエンディングでもう終わったみたいなんで、まあ、僕の実況も多分エンディングでまあまあもういいやみたいなんで見るのをやめた方とかもいらっしゃるかなと思うんですけど、むしろこの後の方が俺は重要だったかなっていうふうに思ってます。むしろこの今の状況をやりたいがために本編をやってたんじゃないかなっていうバリの感じですね。伏線をいろいろと回収していってるのと、なんとまがまがしい空の色だ。みんなあれを見て、何でしょうか、月か、勇者の星が落ちているのか。これって確か砕いたやつですね、あいつが現代で。あ、やはりこいつか。怪しいなと思ってたんですが、これあれですね、現代でウルノーガが砕いたやつかな。かつて我が肉体はウルノーガに滅ぼされた。だがウルノーガに滅ぼされた我が肉体は、ってことはウルノーガではないってことか。ウルノーガなき今、邪魔する者はいない。時空を超えようやく一つになれる。今こそ復活の時。おお、これは新しい新敵ってことか。そうですね、どうやら裏ボスみたいなことでしょう。ドラクエ恒例の例の裏ボスです。お、ダサいね、ダサ、何これ、なんか異常にダサいやつが誕生したんだが、ポケモンのなんかレジロックとかレジアイスみたいな、なんかそういう系のやつが誕生したんだが、思いっきり解説違うの言いましたけどね。今勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。最低マンよ、何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれぬか。勇者の星が落ちたのはバクラワ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるかもしれん。おうよ、私も最低マンと共に行きます。あ、グレグもついてくるってことですか。最低マンよ、これまで勇者に刃を向けてきた償いは勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。最低マンが世界を救う勇者なら俺は勇者を守る盾となろう。同じこと言ってますね、現代のグレイグと。で、グレイグの強さなんですけど、レベル的にはどうなんでしょうか。現代のグレイグの強さなのか、レベルがみんなと同様下がってしまったグレイグの強さなのか。グレイグは、あ、レベルが低いね。いや、相変わらず最低マン無双になりそうですよ。レベルが低い。グレイグを、まあこれスキル溜まってるけど、うん、使い物になんないですね。これレベルどうすんのかな。ずーっと俺以外低いまんまなんだよな。デルカコスタ地方へ抜けて勇者の星の様子を見に行こうってことなんですけど、デルカコスタ地方へ抜けてデルカダール地方からってことなんで、ルーラーで飛ぶか。デルカダール、デルカ、とりあえず城下町に飛びます。え、不思議な力でかき消された、どういうこと。なんかイベントが起こるってことです。ドラクエのルーラーで飛ぼうとして不思議な力でかき消されるときは何かイベントが起こるときです。ここでイベントが起こると思い、あれ、じゃあなんでかき消されたんでしょうか。とりあえず行ってみよう。まあドラクエのパターンとしてはイベントがあるので飛べないっていうことなんですけどね。単純に飛べなかったのか。
そうですね、単純に飛べなかったんですね。へえ。とりあえずじゃあデルカダール地方からデルカコスタ地方へ抜けて砂丘か、砂丘の方に行きたいなと思います。はい、城下町から外に出てきたところでイベントが発生しました。この BGM はは、い、勇者が最後の戦いになるのかな、裏ボスだと思うのでおそらく最後の戦いになるかなと思います。フィールドの BGM がドラクエ3の BGM、 フィールドの BGM に変わっております。これね、なんていうのかな、ドラゴンクエストってやっぱり勇者なんだなっていう感じを受けるのが、あえて過去に戻ってくることによって全員のレベルが低いでしょう。で、勇者を無双できるっていう状況にしてくれてるんですね、あえて主人公勇者を、っていうのがやっぱりドラゴンクエストなんだなっていう感じを俺はしてます。勇者ありきのっていう、なんか今回のこのドラクエ11っていうのは11はすごくなんか今までのドラクエの良さというか全部引き継いだ上で、単純にグラフィックが綺麗になるとかだけじゃなくて、今までの歴代のドラクエの歴史をちゃんとこう包んで作ってるっていう感じがしてます。今までのドラクエのあれを怪我してないですね、全く新しいドラクエの歴史だと思いますね。これは素晴らしい作品だと思います。でですね、さらにこの実況を通してですね、僕のことを知ってくれた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、いや素晴らしいゲームでございました。まあまだクリアしてないんで、この後ね、最後の敵裏ボス真のね、ウルノーガに変わるって言ってたんで、なんか多分裏ボスだと思うんですけど、倒しに行きたいなと思います。道のり的にはこっちか、デルカコスタ地方へ勇者の星を見に行こうってことなんで、こっちですね。みんなのレベルが心配っちゃ心配なんだよな、いつまでも無双できるのかって話なんですよね。最低マンが絶対レベルはね、俺の予想だと元に戻ると思うんですよ。現代からこの過去に飛んでくる前のレベルに絶対に戻ると思うんですね。だから俺あえてスキルパックとかレベルとか振り分けてないんですよ。絶対に戻ると思う俺は。これは RPG の勘ですね。なんて大きさなの。様子を見て来いとは言われたが、こいつはぶったまげたな。何なんだよあの黒い物体は。表面からまがましい気を放っています。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放ってはおけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。どうする、飛ぶか。ケトス持ってないもんな。勇者よ、お困りの勇者な。誰だ。マルティナちゃんが、生きていたのか、ウルノーガ。お前、マジかよ。このわしがウルノーガとな。そうか、お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。預言者だと。うさんくさいな。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃ。魔王ですもんね、完全に。あ、この人、あったいましたね、この人、預言者。懐かしいです。わしには見える。
お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だと、なんだそりゃ。伝説の笛の音がかの地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ケトスですね、おそらく。ちょっと待ちなさいよ、全然わからないわ。残された時はわずか、ぼんやりしている暇はないぞ。さあ行くがよい。多分みんなはピンときてないんですが、俺には完全にわかります。あの笛を吹いてケトスを呼ぶということですね。ベロニカちゃんは気づきましたね。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし、最低は何か心当たりあるの？ベロニカちゃんはさすがに勘がいいですね。他にあてもないし、試しに吹いてみれば。よし。なんで吹き方知ってんだっていうことがまずみんなには疑問だろうな。ケトスが来ます。この時代でもケトスに乗れますね。これで世界中が旅できるようになったかなと思いますが、これで月に向かうということでしょうね。クジラが空を飛ぶですって。あれが神の使いケトスなのでしょうか。あんまり驚いてないのね。預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。まあいいわ、私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。それじゃあ行きましょう、サイテーマン。あの空飛ぶクジラに乗って天空の民ってのに会いに行くわよ。こちらの世界でもケトスを手に入れました。で、これで月に行けるようになったことはもちろん、月というか最終ダンジョンかな。おそらく裏ボスがいる最終ダンジョンに行けるようになったのはもちろん、世界中を回れるようになったかなと思います。とりあえず行けるところがいっぱいありますので、ケトスに乗って神の民の里へ向かおうってことですが、神の里ってここのことでいいの？まがまわしい結界に覆われている。これ以上近づけそうにない。ははははなるほど、今現在はまだ乗り込めないということなんで、多分このなんだろうな、上陸できるところ、こういうようなところに高台行ってもしょうがないか。だから神の民の里へってことなんで、多分こっちか。上の方になんかラピュタみたいな島があるのが見えますでしょうか。あそこにちょっと行ってみたいなと思います。まだ取れそうなんでね、パート、神の里、民の里に行って、このパート切ろうかなと思います。おそらくここでしょう。そうですね、ここに例の魔人ブーみたいなやつがいますね。魔人ブー第一形態みたいなやつがいますね。このちょいちょいこのなんか豆知識みたいなの出てくるんですけど、読む時間ないっていうね、方法。ここは変わらないですね。覚えているんでしょうか、ここのこの時代の神の民の人は俺のことを。魔人ブーは俺を覚えてるのかな。なんだよここは、丸ごと町ごと空に浮いてるのか。ベロニカちゃんはとここに来るのは初めてですね。いにしえの昔、生き物たちは大樹の加護の、こいつの声どんなんだったか忘れたな、もう。大樹の加護のもと長きにわたって繁栄し、我ら神の民も大樹のしもべとして平和に暮らしていました。あ、ちょっと違う、ちょっとひげ生やしてる、俺の知ってるやつじゃない。ですがある日、闇が空を覆い、遥か天高く厄災が渡来しました。その厄災の名はニズゼルファ。ニズゼルファってなんか聞いたことないですか皆さん。確かなんか月に書いてある文字で、
老爺さんがなんか読んだやつじゃなかったっけ、ニズゼルファって。地上に現れた黒い太陽、あれはニズゼルファの復活を示しているのかもしれません。ニズゼルファとはかつて地上を地獄に落とした厄災なる邪神の名。ケトスを操りし勇者よ、事態は一刻を争います。さあ長老のもとへお急ぎください。預言者の言っていた天空の民とは彼らのことに違いあるまい。黒い太陽、あれは勇者の星ではなかったのか。とにかく長老に会ってみるとしよう。よし、あ、いた、魔人ブー。こいつがあの魔人ブーのあれです。ちょっとなんかいろいろ違うな。俺がここに現代から過去に戻ってくる前とちょっと違うな。とりあえずじゃあ長老に会いに行くか。ここなんかいろいろ街みたいになってんのか。結構なんかいろいろじゃあ最強の装備とかが売ってそうな街並みではあるよな。ルート的にはワープしてけってことだと思うんですけど、ちょっとややこいぞここ。ちょっとややこいぞ。ここワープできんのかな。あ、ワープできますね。あ、じゃあこれで、長老のところまで行きたいなと思うんですけれども、一旦じゃあこの辺でこのパート切ろうかなと思います。いよいよ最後の戦いに行くというところなんですけど、サブクエストがね結構残っているのと、世界中を多分回れるようになっているので、その辺をこなした後に、裏ボスをまた倒しに行きたいなと思います。で、裏ボスを倒して、僕のドラゴンクエストは、もう終わりですね。実況としてはもう最後になるかなと思うんですけど、最終決戦ね次回以降、やっていきますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。サイテーマンでした。ありがとうございました。